はい、ブドウライダーミッチャンネルの佐藤です。最近ちょっと腰痛がひどいんで、今日は今から腰痛バンドを買おうと思ってホームセンターへ向かってる途中です。なんか仕事で長時間立ってるとかなり腰が苦しくなってきて、足のしびれまでちょっとひどくなってくるんで、ここは一つ腰痛バンドに頼ろうかなと思って買いに向かってるところなんですけどもね。腰痛バンドは俺過去に 3,4 本持ってたはずなんだけど、ちょっとでも良くなるとすぐにほっぽり出しちゃうんでね、結構探したんだけどもうどこにあるかさっぱりわからないんでね、これは買うしかないぞと。ただ腰痛バンドっつうのも買うと結構すんだよね、お値段がね。なもんで今回腰痛バンドを買ったら、それはもう家宝のように大切にしようと思ってます。今回の腰痛が治ったとしてもまたいつ腰が痛くなるかわかんないんでね。そんでちょっと不安なのが、今回の腰の痛みはなんかいつもと違うような気もするんでね、まだヘルニアの再発じゃねえかとちょっと俺は疑ってんだけど、この間行った接骨院の人はヘルニアの反応は出てないですねっていうもんで、その方が都合がいいんでそれを信じてみたいと思います。ある意味現実逃避。はい、そんでは腰痛バンド購入したんでね、日立システムズホールのカフェ欅の森でランチにしようかなと思ってます。前にも言ったけど、欅の森リニューアル前は日本語で欅の森って書いてあったんだけど、リニューアル後は英語で書いてあるんだよね。これやっぱ欅の森って呼んだ方がいいのかな。それはさておき何を食べるかだよね。この手のカフェの食事は若干お高めだからね、ちょっぴり悩んだけれども、俺はグリルチキンカレーにしました。カレーはうまいに決まってるし、上に乗っているチキンもめちゃめちゃうまそうだったんでね。ただその上に乗っかっている葉っぱがちょっと邪魔くさそうだけどね、まあ野菜は嫌いじゃないから気にしないことにしようと、そう思って食べ始めたわけですが、カレーもチキンもなかなか美味しい。だけどやっぱり葉っぱが邪魔くさくてなんか食べづらいんだよね。箸がフォークもらってきて、最初に食っちまえばよかったなと思ったんだけど、食い始めてから取りに行くのはめんどくさいし、セルフサービスなんでね、このスプーン一本で何とかしてやるっちゃっていう気持ちになってます。俺はゴルフのことはよくわかんねえけど、その昔全コースをドライバー一本で回っていた伝説のプロゴルファーもいたらしいしね、俺もそれにあやがってカレーも肉も野菜もこのスプーン一本で完全制覇してやるっちゃね。ワイは猿やプロサルファーゴルやなんつってね、誰が猿やねんつって、まあわーわー言うとりますけれども、やっぱカレーに外れはなかったっすね。なかなかに追いちいわ。とはいえ今日の俺は下唇の裏側に口内炎という爆弾を抱えてます。さっきからその口内炎にカレーやら熱々のチキンやらが直撃してめちゃめちゃ痛いんだけどね、独自の呼吸法でその痛みを抑えてます。この葉っぱは一体何なんだろうね。俺の中で葉っぱっぽいものは葉っぱというカテゴリーでひとまとめにしたもんで、何の野菜かまではわかりません。そもそも葉っぱなんてみんな同じに見えっからね、覚えられっかっつーの。葉っぱの種類が何なのかなんつーのはいつも無視してるもんね、葉っぱだけにね。なんて俺としたことがちょっとくだんねえこと言ったりなんかしたったりなんかして、それはそうと今日の仙台は今季一番の寒さなんだって。通りでバイク乗ってでもめちゃくちゃ寒くてさ、結構ブルっちゃったもんね。まだ10月だっつうのにさ、もうこのまま寒くなってたら来年の8月には一体どんだけ寒いんだよ。言うてますけれども、まあそういう大阪風のボケも嫌いじゃないっていうが、むしろ好きなんだけどもね。ただ俺が納得いかねえのは、大阪の人って大阪人が一番面白いと思ってんじゃん。確かに大阪には面白い人が多いし、北斗の拳に例えるなら笑いにおける修羅の国と言ってもいいほどだとは思うけども、俺が声を大にして言いたいのは、宮城にも面白いやつはいるからね。その面白いやつっつうのは俺の友人デロリンだ。彼の面白さはもう半端なくて、ボケてよし突っ込んでよし、自ら笑いも取りに行けるし、周りの仲間にキラーパスも出せる、まさに笑いのミッドフィルダー。俺はみんなにこのデロリンの面白さを知ってもらいたいんだけども、笑うシャレ神戸っていう怪談話があってさ、昔々豪傑の武士が街を歩いていると、立ち話をして笑っていた町人たちを見て自分のことを笑っているんだと思い、切り捨てごめんで切り殺しちゃったんだって。それから何年かが経ち、その侍が山の中を歩いていると、どこからともなく高笑いが聞こえてきたんだって。その侍がわしのことを笑うのは誰だってことで周りをぐるぐる見回すと、なんと笑っていたのは人間のシャレ神戸で、普通の人なら怖っと思うところを、豪傑だったその侍は面白い見せ物だとうちに持ち帰ったんだって。そんでその侍は見せ物としてそのシャレ神戸をいろんな人に見せびらかしてたわけだけども、侍がそのシャレ神戸に向かって笑えと言うと、必ずそのシャレ神戸は高らかに笑うんだって。そんでその話はその地を治める殿様の耳にも届いて、その侍は殿様の前で笑うシャレ神戸を披露することになったんだって。侍がお城に着くと、殿様は待ちかねたように早くシャレ神戸を笑わせるよう侍に命じたんだって。侍はいつものようにシャレ神戸に笑えと声をかけたんだけども、シャレ神戸は一向に笑わなかったんだって。怒った殿様はその侍を手打ちにしたんだって。それでその侍の首が跳ねられた時、今までピクリとも動かなかったシャレ神戸が高らかに笑ったそうな、っていう怪談話を昔聞いたことあったんだけど、それと同じように俺がデロリンを、いやすんげえ面白いやついんだよって誰かに障害した時にさ、デロリンが全く面白いこと言わなくて、俺が手打ちになった後にデロリンが面白いことを言い出したら嫌だなーと思う、みっちゃんねるの佐藤でした。よろしく頼む。